はい、引き続き TG さんにレッスンを、はいはいはい、お願いいたします。前回フェアウェイウッドで、はい、まあ、いつもフェードで前に飛ばない球だったのをこう前に行くこの捕まる感覚、うん、練習方法というのは教えていただいて、でそこから僕の、最近の悩みが、はい、アイアンとか、まあ、ウェッジも含めてなんですけど、なんかよく言 う, こう抜ける、うん、なんか薄いっていうよりこうボールは抜けて前に飛んでいかないっていう、この縦距離がうまく合わなくなってたっていうところが前回のフェアウェイというのも共通するところがっていうところで、今回アイアンで、はい、この抜けるちょっと前に飛んでいかないボールをこう前に飛ばす、はい、方法を、習いたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。じゃあ一応また、はい、そうですね、3球ちょっと来てもらって、はい、やばいこれもでもミスはこういうミス多いです。これもそうです、ね、なんかあの方向出てるんですけど、うん、全然思ってるより手前にあらってなるパターンですね。気持ちいい感じはないですね、はい、みたいなですね。まあ、ちょっと一回ですね、はい、まあ、まずその球が捕まる捕まらないって結局はクラブがちゃんと閉じた状態でハンドファーストにしてるかっていうことが分かってるか分かってないかと思いますね。分かってないですえ今閉じる、そうです、閉じてるっていうのは例えばですけど、はい、ちょっと一回クラブお借りしていいですか。はい、お願いします。はい、じゃこれ例えばここで何も考えず、はい、アドレスをしました、はい、でハンドファーストにしてくださいって、まあ、ハンドファーストって多分一般のアマチュアの方も分かってると思うんですけど、はい、ハンドファーストって手が出て、はい、体が回転して、はい、で手が出るっていうのがこれハンドファーストです、はい、だけど普通にアドレスしてハンドファーストだったら開きます。開きますよね。はい、開きます ね、はい、これハンドファーストってもともとクラブが閉じてる状態で来てることがこれハンドファーストなんです。なるほど。でこれを、はい、例えばですけどさっきのアドレスの位置に戻すじゃないですか、はい、そうするとクラブってこんだけ被っちゃう。うわ、本当だ。もう一回やると、はい、一番最初の例は、はい、まあ、普通に握ってます、はい、で体回転してハンドファースト、はい、開きます。右にロフトは増えて、はい、増えますね。いかないですよね、はい、でプロとかそのアイアンが得意な人のハンドファーストっていうのは、はい、基本的にこの形なんですね。ほう、これね、はい、これで普通のさっきの、ね、うん、さっきのアドレスの位置に戻すとええなので、そっか、そうなんです。そうですよね。なので基本的にはハンドファーストに来るっていうのは、はい、ここあんまり言ってる人いないんですけど、この被ってる状態で引っ張ってくることによってハンドファーストっていうものになるわけです。これがうまくできてこないと、はい、一般の方の大体あるあるが、はい、まあ、先ほど言ったクラブが上がって、まあ、回転してなんとか手を出していこうとするんだけど、はい、開いちゃうから、はい、みんな面を早めに閉じる動きで入れてきて、はい、外から囲むようなスイングになったんですね。そうですね。なのでこのハンドファーストっていうのはもともと捕まるっていう、先ほどの言ったように、はい、フェース面が閉じてる状態でこれだから、うん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 、逃げられないんですよ、はい、ボールがこういう風になってる。そうですよね。こう戻したらこう受けてる側ですもんね、はい、なんでこの面をちゃんと意識してハンドファーストを作っていくっていうことをちゃんと覚えないと、多分いつまでたっても抜ける球になっちゃう。だすごいスライス、まあ、ちょっと上級の話になっちゃいますけど、はい、うん、すごいカットボールとか、はい、あのスライスとか何かを打つっていうときは基本的にフェースを閉じて構える人って誰一人いないわけですよ。フェースを開くことを最初にして構えて打つから溜まってこう右にこうやって逃げる動きになるわけですね。これはハンドファーストにしてもそうなりますし、なのでちゃんと球を飛ばしたいってなるんであれば、基本的には先ほど言ったこの閉じてる状態のインパクトにどう作っていくかっていうのをやれば、誰しも球っていうのはこう捕まって飛んでいく。
なので多分クラブメーカーさんとかその、はい、まあ、他社とかも、はい、このオフセット感が強いやつとかっていうのは基本的に、まあ、この捕まるものをなんとかより捕まえさせる、はい、道具でっていうことですか。なのでどん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 そっち側に頼りすぎるのもいいと思うんですけど、はい、スイングがそれではこう伸びない場合伸びないとあるんで、ちゃんとそこを今からやっていきたい。はい、はい、じゃあちょっとやってみます、はい、最初にちょっとどんな風に握ってるのかだけ、はい、握ってる、そうですね、クラブの握り方、はい、はい、握り方、はい、あ、そうですね、綺麗なアドレスですね、はい、はい、ありがとうございます。でこれで一回まず一度バックスイング上げていきます、はい、でここから、まあ、ハンドファーストっていう定義で動かしていくと、はい、基本的にはこのアングルを保っといたまま足腰が回転してきて手元が出ていくわけですね、はい、でこのままふーってきたら結構もうめっちゃ開いてますね、開いてますよね、はい、ちょっとこのままにしといてもらって、はい、一回グリップ緩めてもらっていいですか、はい、はい、これで握ってください。おー、すげえ感覚、うん、でこれで一回戻してみましょう。普通のアドレスに戻してください。かぶってますね。でこれかぶってるんですけど、はい、これちょっと今極端にやってるんで、はい、まあ、これを実際もうちょっとだけアドレスを少し中に入れます、はい、アドレス足自体ももうちょっと ここですか、はい、で右肩とか右肘がちょっとだけ内側に入るとまっすぐになってきますね。わあわあ、すげえ、うん、本当だ。でこれを作っといたまんまちょっともう一回打ってみましょうか。あ、これで足がですね、はい、じゃあちょっと振り込んで、こうですね、はい、どうですか。全然感覚が違う。ちょっと伝わってんのかなこれみんなに。球が左に出てたと思うんですけど、はい、それは軌道の問題だったりしますが、はい、基本的に球が食いついた感じがちょっと出ると思うんですよね、はいはい、なんか乗っかるって言っていいんですかね、うん、なんか食いつ乗ってます、乗ってくるんですよね、はい、っていうのはさっきのフェースが開いてれば、はい、全部こう滑っていくわけですよ、はい、こう滑るってことです。そうそうそう、はい、横に滑っていくんで、はい、なのでちゃんとハンドファーストの定義を知ってれば基本的にこの角度で来たらもう逃げられない状況を作っていく。こう包んじゃうってことですよね。そうですよね、はい、そうするとああいう風にこう捕まっていくっていう。なのでもう一回ねこの、はい、まあ、今の握り方のやつは、はい、まあ、極端に、うん、あのこうだからここからっていう風にやりましたけど、はい、まあ、僕とかのルーティンでいうと、まあ、最初のこの時点で、はい、もう握り方を変えちゃってるんですよ。スライス打つとか、はい、フック打つとかっていうのも握り方をここで変えてるんで、例えば、まあ、こう、まあ、ターゲットをこう決めて、はい、まあ、ちょっとフックで打ちますって仮に決めたとした場合に、はい、パッて、まあ、スパッと決めるんですけど、はい、まあ、フックで打とうと思えばこのリーディングエッジが12時から10時ぐらいに変えちゃうわけです、はい、結構かぶってるんです、はい、でかぶったものをこう構えると結構左向いてますよ、はい、左向いてるんですけどフックなんで、はい、まあ、このターゲットに対してこれクラブかぶってるわけですね、はい、かぶってますね、はい、けどこれを体のラインを変えるとこれまっすぐになっていくわけです、はい、でこの状態で打っていくとこうやってフックになるということは、うん、球が捕まってるっていうのが今ありましたよね、はいはい、なので最初のアドレスでこのアングルを、まあ、前傾でこうして合わせてもいいですし、あ、前傾でも、まあ、いいです。確かにこうすると下向きますもんね。なので前傾に対してこのリーディングエッジを合わせるとかね、うんうんうん、で持って構えて最初多分まっすぐいつもクラブをまっすぐ置いて、はいはい、こうまっすぐ構えてる人っていうのは、はいはい、僕そうです、はい、あのほとんどこれも開く動作にしかならないんで、振ってくるとですね、はい、なので最初このアングルで構えるってなるとペースが閉じてるように見えるかもしれないんですけど、はい、基本的にはまあゴルフのスイングって右肩が下がるんで、はい、右肩がこうなるわけですよ、はい、その時点でペースっていうのは、はい、見ておく通りまっすぐになるんです。まっすぐなりますね。でこのまま振っていくと基本的に球は捕まる。これ僕理解が合ってるのか分かんないですけど、はい、じゃあ最初からちょっとかぶせ気味に構えちゃってもいいですか。そうです。ただ地べたに置いてかぶせるってなると、はい、これなんか理不尽なことがあって、はい、まあ、かぶせたものを握って、はいはい、またもうこう戻してもまあかぶってるんですけど、はい、あのなんかフェースをまっすぐ置いて握ってかぶせるっていうのはなしですね。フェイスをまっすぐ置いて握ってかぶせるのはなしです。こうやってこうやるってことがダメってことですね。これ絶対右にしかいかない。最初からこういうかぶした状態から握るのはありあり、うん、ただここにこうやってかぶせてから握るってなると気持ち悪いじゃないですか、はい、なので、まあ、前傾角に合わせた方が
多分スイング中っていうのは基本的に前傾に対する回転なんで、はい、ちょもうここで自分のフェイスがどういう風になっていく、ちょっとこう下向いてるぐらいな感じ で、うん、で例えばこれだったら、はい、まあ、前傾に対してある程度角度できてるじゃないですか、はい、で一回これクラブ外してもらって、はい、でこれで握ってみてください、はい、これで戻してくると、まあ、かぶってますよね、はい、これかぶってますよね、はい、これをアドレスも一回そのまま戻し、アドレスに戻してもらって、あ、アドレスに、はい、はい、そしたらかぶってるじゃないですか、はい、それを、まあ、右肘引いてこうするとまっすぐになりますね。そう、なんか魔法みたい。これでじゃあ普通に、はい、まあ、先ほどの言ったこのボールと自分の距離感の定義だけ守って、はい、自分の方に引き込まないで、はい、まあ、右に出てもいいよ、右に出ていいような感じですね、感じで振ってみてください、はい、おお、わかります。はい。これ、いや、分かってんのか、ボールがそうなる。ほら。ね。やべえ。すげえ。っていう感じ。なんで、あのさっきのヘアウェイウッドでは言ってないですけど、握り方も変えた方がいいですよって、多分ヘアウェイウッドの時はちょっとペロッと喋ってるんですけど。クラブの握り方って一番ゴルフで一番大事なところなんです、はい、なのでそういうのをこうやっていくと、はい、まあ、スライス打つのも、はい、まあ、あのフック打つのも、うん、基本的にスイングって変えないんです、はあ、スイングは一緒なんですね、この角度が違うと、打つのがクラブなんで、はい、クラブのフェースタグを変えてあげれば、はい、基本的にはそっちに曲がるようになります、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、ちょっと僕もう根本のところからもう知らないことが多すぎます。あ、うん、なんかそこをちゃんと僕、まあ、レッスンとかをちゃんと受けたことがなくて、はいはい、もう自己流でやってきてしまったっていうところがあって、うん、でもこうやってハンドファーストっていうものをなんか簡単に使ってみましたけど、まあ、でも結構多いと思います。それでしょ、うん、でしょう、ね、はい、それはあると思います、ね、ただ手が前に行ってこういうくの字的な感じになるのがハンドファーストっていうふうに思ってる方っていうのは多いと思います、うん、あと壊れた時というか、うん、戻ってこれないですよね、うん、なんか感覚でやってて、だから今僕がずっと抜けた球を打ってた時にそのこう本当の真髄のところ分かってないんで戻し方も分かんなくて、うん、何をやったらいいか分かんない、うん、うん、いやもう本当に基礎中の基礎なのかもしれないですけど、めちゃくちゃ一番大事なところを僕すごい DJ さんに聞けたかなと、うんうん、本当にクラブはね大事なんで、扱う面がもうこの指しかないんで、はい、そうですね、やっぱ握り方っていうのはちゃんとしてスイングを作っていった方がいいとは思います、はい、ということで、はい、いろいろ教えていただきましたけど、ちょっともう一回僕いろいろと真髄のところから勉強したいと思います、はいはいはい、本当に今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またぜひよろしくお願いいたします。